ハライチ澤部です。よろしくお願いします。うん。どうも。ね。どうも。来たね、澤部。来たね。ちょっと冒頭さ、まあ澤部いなくてよかったけど、はい、うん、ちょっと日村さんがちょっと澤部のこと舐めてるかもしれない。ちょっとだから聞いてましたよ。あ、ね。あ、そう、あれは傷でならないですわ。傷でならないったってしょうがないだろ。いや、だいぶ舐められちゃってっから。そうだね。いや、俺ちょっとそれ納得いかないですよ。まあまあ、いや、まあそれはさ、知らない仲じゃないしね、まあ、なんならいいともとかってね、はい、レギュラー で、うん、ファミリーみたいなもんで同じ曜日に出てたりしてさ、はい、うん、でまあいろんな番組とかでも一緒になってるしね、うん、つかその前にいいともびっくりしたな。びっくりしましたね。いや、本当びっくりしましたよ。ちょっと焦ったな。焦りましたよ。なんかちょっと震えたよ。震えました。で、俺も本当どうしたらいいか分かんないし、うん、本当ってなってる中だから兄さんたちの動きをやっぱ伺ったんです。すごい。いやいや、あの時みんなでもさ、ちょっとさ、うん、何が起きてんのかよく。いや、ほんとそうです、そうです。びっくりしすぎて。タモリさん普通な感じだったんですね。澤部なんて今2歳だっけ？今ちょうどそうです、今度3歳。えいえいえい！27歳でしょ。27です。持ち味がもう出てんね。こういうこと。これ持ち味、今度3歳。えいえいえい！ここが澤部がこういろんなところで使われてる理由。それは分かってる。それは分かってるよ。分かったるって言った。分かったるって言った。分かったるって言ったことは分かってなかった。27でしょ。ってことは、いともが始まってるとき、始まってから、いねえんだよ。始まってから生まれてる世代なんだよ。いいともがない、人生がないんだ。ない時がないから、うわ、かわいそうだな。考えられないです。俺らも覚えてないもんね。かわいそうだなっていう。そうだよ、俺らだって小学校さ 1,2 年の時なんだから。あ、 そうその前の笑ってる場合ですよ。ちょっと覚えてるけど、うん、その前とかもう分かんないよね。だからもうちょっと衝撃的すぎる。衝撃だよな。寂しすぎる。どうする、もし、はい、こっからタモさんの後サーベイやってくれって言われたら。そして一回だから話し合いします、マネージャーさんと。でもさ、さっき話してたんだけどさ、さっき話してたんだけど、今の現状では多分ほぼ何もないわけじゃん。次が。で、いろんな憶測が流れてるよ。中井くんだなんだとか、突破がいいんじゃないか。でもさ、可能性としてはさ、さっきも言ってたんだけど、いいとも出てたあの中からっていうのは、普通の他を真っ平らにした時でも、ちょっと可能性は、他のところよりはあるかもしれない。そうですね。ねえ、ええ、だから、ええ、そういう時の時どうするの？断る？いや、断る、ま、やるはやるんじゃないですかね。澤部は。でもさ、澤部なんかさ、俺、うん、探偵ナイトスクープとかさ、はい、あれだってちょっと、ね、大抜擢だ、ね、大抜擢だぜ。そうです、大抜擢ですね。確かに信じられないよね。そうそう、ね、信じられないです。関西の芸人さんにはすげえ言われますわ、いろいろ。そうだよね、うん、ええ。そういう可能性ありますわ。だから、いいともの後番組っていう可能性がないこともないんだ。ないこともない。これさ、だってね、タモリさんが多分あそこに抜擢された時だって言ってたように、うん、そんなに世間的には認知度も低くて、そう、え、そこやんのっていう感じで入ってるか、うん、もしかしたらそういう流れを組んでね、うん、じゃあそういう人当てがいましょうみたいなところで、うんうん、そうやって探した時に出てくるのは、澤部、うん、か岩井かってなったら、岩井はもう、はい、蹴り飛ばされるだろう。蹴り飛ばされます。うちの岩井くん蹴り飛ばされます。だから澤部になるんじゃないかなと。あれよくさ、あのタモリさんが言ってるさ、笑っていいともね、うん、ワンクールかツークールかで終わる予定だったんだって言うじゃん。ね、はい、言うじゃん、はい。でも32年続いちゃってるわけじゃん。はい、なんで？なんで好評だったかじゃない？そのワンクールないしツークールがすげえ好評だったってことなんだ。もう、うん、そう、周りの予想に反してすごかった、うん、やっぱすごかったってことなんだ。人気があって受け入れられたって、そういうことか、数字もつながってってことじゃない？そういうことか。すげえな、すげえな、すごいですよな。岩井何してんの？岩井は今日なんかイベント助走してんの？岩井してない。あ、明日、え？助走してんの？岩井、助走してないですよ。助走してたの、バナナさんの番組だけですから。岩井といえば女なんだ。岩井と女なんだもんね。バナナさんの番組だけですよ。女方岩井じゃない。女方岩井じゃない。それで、神楽坂フラット歩くの、バナナさんの番組だけですから。いつ、粋な男。着物着せる。粋な女なんだよ。あ、そうなの。そうだね。そうですよ。あ、そうかそうか。岩井も会いたいけどね。あ、もう来てる早速。何ですか。うん、澤部にね。ラジオネーム裏表サンド。うん、おい澤部。お。なんか面白いこと言えよ。おい。ババアかよ。ファック。おいおいおい、どういうことだ、なんだこれ。これこんなノリで来るからね。なんだ今の。いや、この感じで、俺も毎週これだから。口悪くないですか。口はすげえ悪いよ。もうしょうがない。
ちょっとダメです、ちょっとやってらんないです、ちょっとちょっと面白いことでも言わないと。面白いことですか？ブン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 ピー、顔だもん、俺が言うのもなんだけど顔だもん、顔がすげえ面白いだけじゃん。わかるわ、来てるよ、わかるわ、今の来てるよ。なんですか？ラジオネーム陰謀男。え？おい童貞モンスター、ここはバナナさんのラジオだぞ、あんま調子乗んなよ。ファック、おいファック縛りあんすか？なんすかそのファック縛り、リスナーのファック縛り。いや縛ってないんだ、こんなにファックファック言う番組ないでしょ、この番組。ほんとファックありだから、ファックで縛ってから、ほんとにファック縛りちょっとあるんだよ、ひどいな、失礼なんだけどな。まあでもね、うん、ちょっとまあお前なんだよ、え、お前何勝手に喋ってんだよ。ちょっと待ってください。ちょっと待って待って。ちょっと待ってください。え、お前。いや、紹介されて。急にそらさんがなんか、あれ、どういうこと？いや、違う違う。お前なんだよ。木村さん、ごめん、ここちょっと。ちょっとどうしたん、どうしたん、やばいやばい。お前何勝手に喋ってんだよ。違う。いや、お前、設楽さん。いや、紹介されて。いやいや、紹介してない、そんなに。この人ですって言ったらいきなり、はい、名前言って喋り出してるけど。はい、なんかいとも話とかも喋ってるけど、聞くから、違う違う、聞いてないよなあって、ちょっとびっくりしたなあって言ったらなんか入ってたな。聞いてるじゃない、それなんかお前当たり前に喋ってるけど、はい、お前この知らない人だってすごいいるから。あ、澤部のことを、まあ、まあ中にはそうです、それはそうでしょうけど、ちょっとだから、はい、いやそれはそうでしょう、紹介文作ってるから。あ、澤部の紹介、そんなに喋ると思わなかったから。紹介文だって、お前そんなんじゃないじゃん、そんな。え、お前っていう人間がそんなじゃないのに、はい、急にすごい喋るから。何ですかそれ。だから誰だって、いやゲストだから、ゲストだからみたいな。俺こうって言ってるでしょ。言ってるけど、お前が急に喋っても聞いてる人は、はい、何、誰、何この声とか、誰だ、ピッピピとか、何やってんの。知らないやつが勝手に。だからちょっと紹介文作ってるから、はいはい、その後喋って、はい、びっくりした、うん、そういえば、うん、普通に喋ってるから。